はい、SA はスピニングビート、チュンリーは攻撃戦ですね。ケゴさん対一平さん、スライディング決めて投げる、あ、中パンチ、立ち中パンチ、スライディング、あ、決めに行く、もうノリノリでいきますね。ゲージないうちはもう何やってもいいみたいな、で勢いで倒す、そんな感じがしますね。強い、あー、かかと強い、まあかかとは硬いですからね、しょうがないです。判定が強いのもうなずけます。かかと出し投げ、怖え、怖いよ、投げる、リワサー、これは読んでいたか、ガードして放翼線決めて出していく、これもガードしている、あっとちょっとずれてしまったか、あーかぶろ、判定強、マレットスマッシュ着弾前に落ちましたよ。出し切る、あ、ダッシュには八景が置いてある、気候圏でヒット確認も容易、さあ八景潰して、お翼戦スタンしてしまうのか、めくってる、壊しスピニングビート、ここはもう行くしかねえか、さあ小技で止めて止めて、チュンディに暴れさせる隙間を与えな、これは遠い最終段だけで、ね、短いんで、あー突然の破山中、EX マレットね。